フィリップ・オッキー、ジョアン・キャセロール・ヒューマン・リーグは1980年代に流行したシンス・ポップを代表するイギリスの音楽ユニットである。1977年、イギリスのシェフィールドにおいて、ザ・フューチャーを解散したイアン・クレイグ・マーシュとマーティン・ウェアが、当時シェフィールドの病院に勤務していた音楽経験のないフィリップ・オッキーを誘って結成。その後、 大きいの友人で映像担当のエイドリアン・ライトを加入させ、ヒューマンリーグの名で1979年にデビュー。ニューウェーブのブームの中、シンセサイザーとシーケンサーによるシンセポップのユニットとして活動する。2枚のアルバムを発表後、音楽的対立により、マーシュとウェアが脱退し、ヘブン17を結成する。残された大きいトライトは、2人のシンセサイザー奏者と、 シェフィールドのナイトクラブで見つけた歌手経験のない二人の女子学生をボーカリストに迎えて1981年にアルバムデアを発表する。愛の残り日が1981年に全英チャート1位、翌年に全米チャート1位を記録した。続いてリリースされたミラーマン、ファシネーションは共に全英チャート2位を記録している。 ミュージックビデオによるプロモーション戦略により第二次ブリティッシュインベイジョンの先駆け的存在となる。1986年にはジャムルイスをプロデューサーに迎えたヒューマンが再び全米チャート1位を記録した。1995年にリリースされたテル・ミー・ホエンは全英チャート6位のヒットを記録している。スタジオアルバムライブアルバムコンピレーションアルバム EP。 ありがとうございます。